乱暴な運転の車じゃない限りこっちの方が早いな。やっぱりちょっとうっすら音がエンジンからするような気するんだよな。コン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 みたいなね、カラカラカラみたいな。後ろのおじちゃんがもう陽気だな。めちゃくちゃ嬉しそうに、なんかほとんど踊っちゃってるよ。やっぱ整備大事だな。あとはなんだ1万キロっていうと、フロントフォークはまだやんなくていい。ブレーキフルート。ブレーキオイルはちょっと変えたくなる気持ちはあるな。大丈夫か。よし、着きました。ホームセンターとパルコスね。走りやすい。あらやっと場所。よし、じゃあ行ってこよう。やっぱり音違うよね。腰痛いね。なんか整備すると腰痛くなるんだよな。10ミリ、ここじゃねえのか、こっちか、あれ10ミリあるね。ヘックスビットセット、あ、これでいいんだな。あ、これでいいんだな。あんなバカでかいやつはやだな。あ、1個売りもある。あ、でもハーフインチだ。ハーフインチのソケット持ってない。10ミリなんか錆びてるな。あ、でもやっぱハーフインチドライだ。そっか、ハーフインチドライブになっちゃうんだね。あとはこういうセットになるけど、持ってるんですよね俺もうね。他の太さはあるからもったいないんだよな。さっきのこいつは8分の3ですね。アダプタースキット、これしかないな。よし、じゃあこいつを買っていくか。お店の人はどこじゃ。あ、接客してるな。ディグリーサーな、1本買っていくかな。ディグリーサーなくなっちゃったんだよな。4.8、これで 4.8 パーツクリーナー。Oh, hello. Sorry, can you open the door for the tools? Is that going to be okay? Yeah. Thanks a lot. Which tool are you looking at? Not here, just down here, I think. Yeah, that one. The locking wheel nut remover? No, hexabit set. Ah, the hexabit. Yes, the laser one. You do not have by chance that 3.8 and 10 millimeter hexabits, yeah. I could see an only half inch, but. Yeah, that's half. And yeah, we don't have it in, unfortunately. Alright, okay, no problem. I just get it. Yep, alright, thank you very much. Thanks a lot. よし、じゃあ無事買い物ができた。これしか必要ないから他はいいや。Yeah, please.
It'll be 6th and 8th. Yeah. Can I talk? Yes. Yeah. Great, thanks a lot. Cheers. いやでもまあとにかく変えた変えた、これ準備あるね、大丈夫よね、一応当ててみようか、あこれケースになってるの、あやだケースになってる、かわいい、これかわいいな、いいな、あら素敵だな、いいね、うんいいっすね、ちょっと当ててみよう、あらよっと映ってんのか知らないけど、バッチリバッチリバッチリ、ナイスです、あこのケースめちゃくちゃ嬉しいな、かわいいな、持ち運びにもいいわ、じゃあ戻ろうか、これはもうゴミだね、いらないよね、大丈夫よね、ああ黄色いな、プラグケーブル黄色いな、ふむふむ、やっぱ冷えてる時の方がスパッといくのかな、今軽く触っただけじゃつかなかったね、うん面白いな、ああいう綺麗な方がエンジンオイルを手にぶら下げて帰るあたりがアイルランドだよな、あれ自分でドポドポ入れるんだろうな、ああこのタイヤ屋さんやってんの初めて見たな、いつも夕方に来るからね、こっちはこういうあの郊外型のリテールパーク、いろんなねショッピングモールみたいな、ショッピングセンターがあちこちありますね、ありますあります、だいたい家具ホームセンター、そしてまあああいう車屋さん、コンピューター入ってることも多いですね、そのうちあのホームセンターもご紹介したいな、 B&Q はもう正義です、 B&Q は正義、日本でいうとこのコーナー、タラは治安が悪いなんて言って人気がないけど、普通に綺麗でいいとこだよな、治安の悪い地区があるんだなきっとな、あれすごかったもんな、いつだっけあの雪が降った時に暴動みたいなのが起きたんですよね、スーパーマーケットになだれ込んで中のもの略奪した、アイルランドでそんなのもう今まで一度会ってなかったからみんなショック受けちゃって、ほんでやっぱりアイルランド人じゃなくて、移民やねえかと、移民が中心なんじゃねえかと、そんなことなかった、そんなこと全然なかった、移民もいたけどしっかりアイリッシュもいっぱいいた何か都合が悪いことがあると自分の国じゃない人に責任なすりつけようとするのはまあよく知ってます、俺も外人ですからねこっちだとね、いや嫌な目はいっぱい見てます、やっぱ間違ってるね、うん、あれは良くないね、でも元々あれなんだよな、本当山が近くて緑が近くて綺麗な地域なんだよな、もったいないよね本当ね、おおこのすごいのもこっちか、アルゴスだ、アルゴスもそのうち紹介はしたいよな、まあ、こっちいたら基本中の基本だからな、
安く何かを買おうと思えばあるんですよね。走るなおい。え、全然進化。ちょ。なんだ。おい。80過ぎてから回っちゃうぞ。え、うわお。80から先も回っちゃうぞ。なんかもうこのまま乗っちゃおうかなって思っちゃうよね。調子いいもんね。でも最初の1000キロだかなんだかの時に本当はタペット調整をやっておかないといけないはずなんだ。だけどやってないんだよね。やってくれてなかった。項目の中に入ってなかった。まだそのまま乗り続けちゃった。だからタペット調整はやらないとだね。うん、やらないとだ。とりあえず雨が降ってちゃダメだから、それは待ちましょう。次の晴れの日だ。昨日興奮があればな、できたんだけどな。